ゴルフを始めたきっかけは小学校1年生の時に父に練習場に連れて行ったことがもらったことがきっかけで始めました。ゴルフ歴およそ12年の高校3年生。常にゴルフのことばっかり考えているので、もう生活の一部だと思います。これまで数々の大会で優勝してきた実力と実績、自分がいい成績を出した時に家族、身の回りの人が喜んでくれることが一番嬉しいことです。今回の未来期待東海はゴルフに青春を捧げる聖霊高校3年小宮千鶴選手を紹介します。全国でも屈指のゴルフ強豪校として知られる聖霊高校、その中で小宮選手を知るきっかけとなったのが2022年度全国高等学校ゴルフ選手権春季大会。この大会で小宮選手は全国2位の成績を収めたのです。目標は一応優勝するということだったので2位は悔しかったんですけど、まあ、でもその時の自分 の、 実力は精一杯出せれたかなと思うので後悔はないです。全国2位の結果に後悔はないと言いつつも悔しさをにじませる小宮選手、その強さの秘密はどこにあるのでしょうか。アイアンが、結構ピンを刺すような正確なショットが打てるのが一番の強みかなと思います。もともとそんなに好きじゃなくて、グリーン狙っても外してしまうことが多かったんですけど、去年の9月頃からそのスイング解析をしてくれるスタジオに行って自分のスイング研究して、もう繰り返し繰り返し自信がつくまで打ってたんですけど、そしたらだんだんなんか結果につながってきて、気がついたらすごくアイアンが好きになっていたっていう感じです。改造ポイントで意識した点はバックスイング時のクラブを上げる位置。以前は大きくスイングしようとするあまりヘッド部分が高くバラバラだったそうです。またスイングの軌道も体が伸びてしまうために不安定だったようです。始めた時のようにもう一から戻って全て改造しました。自分の理想なスイングというのもあったので、もう近づきたいって、その時は成績を出すということよりもそのスイング改造することを目標にずっとやってました。これまでのスイングでも大会で優勝した経験があるにもかかわらず改造に踏み切った小宮選手、時間はかかったものの以前よりレベルアップし全国2位という結果を出すことができました。小宮さんは、本校の代表として高校の大会、それから、アマチュア、幅広いところでの、大会に、参加しています。また、練習も本校でやることよりも自宅に帰ってお父さんが教えて見えるので妹さんと、そこでしっかりと夜遅くなるまで頑張って練習をしているっていう感じです。この日も妹のカズナ選手と一緒に練習です。カズナ選手は今年から高校入学のため高校での実績はまだありませんが、中学時代には世界ジュニアゴルフ選手権日本代表選抜大会に出場するなど活躍していました。そんなカズナ選手から見た姉千鶴選手はどのように映っているのでしょうか。綺
決めたことをやりきるってところがすごいなって思います。これを達成するまでは帰らないとか、本当に何時間でもいたり、飽きたらやめちゃうってタイプなんで自分は。だからその目標を決めて達成できるのは本当に尊敬してるなって思います。千鶴選手は1日におよそ200球を打ち込み、無駄な練習時間を作らないことを目標にしているそうです。一打一打大事に集中して、試合と同じようなルーティンを作ることで上達するんではないかなって考えています。練習場の打席にあるモニターでは、打球の飛距離や方向などを数値で見ることができます。イメージしたショットができなかった時ほど、この数値を確認するそうです。自分の感覚だけでやってしまうと、やっぱり自分が本当に合っているのか、自信がなくなってしまう時があるので、やっぱり数値化されたものを見ることによって、あ、自分も今やっていることは正しいんだなとか、間違っている理由も明確に分かるので、そこから自信を得ることができるようになりました。千鶴選手はこのような練習を試合以外で毎日行っているそうです。本当にすごいですよね。目標が別に結果目標じゃなくて、やるべきことなので、それぐらいはやらないとっていう気持ちがありますし、やらなかった時の後悔がとか、自分へのなんか、なんだろう、なんでできなかったんだろうっていう、そういう思いが嫌なので、なんだ、自分で決めたことぐらいはしっかりやらないとっていう気持ちで毎日やっています。最後に今後の目標を聞いてみました。聖霊高校ゴルフ部としては、高校生活最後の夏の全国大会で、個人団体ともに優勝することが目標です。個人的な目標としては、プロテストが8月、10月、11月にわたってあるんですけど、そのプロテストで一発合格することが目標です。目指すは全国優勝、そしてプロゴルファー。ハイスポア頑張る小宮千鶴選手を応援します。